おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は久々に日本人のルーツで海底古代人の移動ルートです。私が施設日本人のルーツを唱えるにあたり大い参考にさせていただいた日本の誕生を書かれました長浜博明氏が2021年9月6日に日本人の祖先は縄文人だったという本を出版されました。この本の前書きには日本人のルーツの謎を解くを出版し10年が経過したこと、日本人の出たる祖先は縄文人であったことを発表したが何ら反論はなかったと記載されています。そして後書きには振り返るとこの10年日本人のルーツに関する様々な本が出版されてきた。科学も大きく進歩し、科学の力で真実が明らかになり、世の論調は変わったのではないかと期待したのですが、一向に変わらなかったのです。待てど暮らせど、真実を書いた本は世に現れず、とうとう、ご自身で新しく出版されることにしたと書かれていました。従来の他の著者は、都議変更報道で名高い NHK ともども、世の中を惑わかし続けていたのですが、その本質が虚偽であるためか、各所にほころびが露呈していたことに気づかぬようでした。そしてそのほころびを追っていくと、次第にほつれかけた糸が解けていき、ついに真実が姿を現したというわけですと書かれていました。氏はエンジニアであり、考古学や戦後日本の歴史家の偏見などなく、純粋にデータを分析し、データから導かれる結論を追い求められています。その手法は科学的であり、論証可能なものであり、今回の著書も私のお腹の中ストンと収まりました。そして今まで作成した動画施設日本人のルーツで述べていた人類の移動経路、日本人の先祖の割合について、私は考古学や戦後日本の歴史家の偏見に汚染されていたことに気づきました。間違っていたことは改めるべしということで、今回日本人のルーツ海底古代人の移動ルートを作成しました。人類の移動経路とその年代は DNA 分析から解明されるようになってきました。そしてついに世界中の多くの地域に大昔から住んでいる人々から合計10万人の Y 染色体 DNA を採取し、その解析結果から最初の人の移動ルートが解明されたのです。私が以前ウィキペディアから引用していたこの人類の移動ルートは日本の考古学の影響を受けた誤りだったのです。 Y 染色体から評価した人類の移動経路はこのようになっており、約6万年前アフリカを出た新人は南の島から日本を通り大陸へと拡散していっていたのです。 M174 で日本に残ったのはヤップ遺伝子を持つ B2 系統で縄文人になった人々です。M130 は C 系統ですが、この系統の人々も約4万年前に日本に来て縄文人となった人々です。次に現代日本人の 34% を占める O1 系統、これは M175 から分岐したやはり南方由来の人々です。バイカル湖周辺で誕生した NO、N 系統の方々も日本にいらっしゃいますが、その比率は 1.3% です。このほか縄文時代には日本にやってきていたと考えられる O2 系統の人々、弥生以降にも O2 系統の人々が日本に来ていることを考慮した目も含めると、日本人の 90% は縄文人由来だというのですから驚きです。日本列島が大陸や琉球湖沿いに地続きとなっていた古代縄文人の祖先は主に南方からやってきたのです。そして弥生以降も大量の渡来人がやってきたことはなかったことが分かりました。日本列島の古代人発掘箇所はこの図のように12箇所ある。一番の白保沙尾根たばる遺跡で発掘された人骨は約2万7千年前の旧石器時代のものでした。この人骨を復元するとこのような南方系の人の顔となります。鳥取県の桂三井遺跡から発見された丸木舟は長さ7メートル24センチメートル、幅74センチメートルでアウトリガーを設ければ十分に外洋に乗り出すことが可能なものでした。古代の縄文人たちはこのような船も用いて航海していたようです。一
人の流れが日本から大陸に向かっていたということが理解できると、稲や稲作方法についてはどうなのかが気になります。長浜氏によると、なんと稲も東南アジアから直接日本に伝わってきて、水田農耕技術も縄文発祥だというのです。この結論に至るには市は多くの方向から検討をされており、考古学的証拠、分子科学的証拠から照らし合わせて間違いないと思います。日本は火山国であり、地質年代の特定は容易です。以前調べた時には分かっていなかったのですが、アイラカルデラの大噴火や近いカルデラの大噴火でも九州地方の縄文人が滅んでいなかったようです。火山灰の上の地層からも噴火からそう時を経ていない遺跡が見つかっているようなのです。縄文人はたくましい人々だったのです。以前ご紹介した稲の DNA 分析結果のこの表を用いた評価では、水稲本体ジャポニカの遺伝子を解析すると RM1 に A から H の8種類の遺伝子があり、シナ中国にはこの8種が全てある。日本では韓国になくシナに多い B 型が多いことから、シナから日本へ直接稲が伝わったとしていましたが、なんたること流れは逆だったのです。日本の方が種類が少ないことから考えても納得できる結果なのですが、多くの学者が稲は大陸から日本に来たとの固定観念から判断を誤ってきてしまっていたのです。稲作は日本では縄文時代1万2000年前に始まり、品種の選別を経て本体ジャポニカ米が選別され、4500年前には水田農耕が開発されていたようです。従来の説とは全く異なる連番ルート、人の流れとも整合しています。なぜ考古学者は証拠をすらを見ずに、弥生時代に大陸から大量の渡来人が来て縄文人を駆逐して今の日本人が形成されたとしたのでしょうか。意味不明な自虐史観、証拠を素直に見て正していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。